次へとうじゃうじゃと。おい、行け。へっ、へい。 あいつはシーフのアスタリスク所持者、盗賊ジャッカル。元は皇国の手先として盗賊団を率いていたが、イデアとの戦いに敗れ姿をくらましていた。常に苛立った言動で恐れられているが、人には知られていない意外な一面があるらしい彼。果たして今は何をしているのだろうか。おいババア、そっち行くんじゃねえ。ちょっとあんた、まだそんなひどいことしてんの。そっちはリュウサで会う。ああ、なんか言ったかドブ。す、なんだてめえらは。あん時の、見ての通り今クソ忙しいんだ。ボサッと突っ立ってねえで手伝えよ。え、あ、うん。やっと落ち着いたようだね。ああ、ったく、てんてこまいとはこのことだ。また砂漠に住む人たちに悪さをしてるのかと思ったわよ。オアシスに来た人たちがリュウサに飲まれないように護衛しているなんてね。あの人たちはみんな水を求めて、相変わらず水に困ってるんだね。まあな、以前に比べりゃ水の値段も安定して庶民の口にも入りやすくなった。だが今度は地下水脈の枯渇。今年に入ってもう3つのオアシスが砂に埋もれちまったよ。水源玉がずれちまったのかもしんねえな。水源玉？ああ、ここいら一帯で語り継がれる言い伝えだ。砂漠の民なら子供だって知っているさ。ま、おとぎ話みたいなもんだろうな。なんでも水がコンコンと湧き出る宝珠だそうだ。大人が横入りしてんじゃねえ。はい、すみません。大した親分っぷりじゃないか。砂漠の自警団だとよ。コソ泥だった俺様がよ。大出世だ。ある人がな、シビどもを町で引き取ってくれて、俺や手下たちにはちゃんとした仕事をくれた。そっちはリュウサだって言ってんだろ。はったうすとクソガキ。ごめんなさい。グッグレイビー、ロマンチックじゃない。水源玉か。昔民族学か何かの講義で聞いたことあるような。イスタンタールにだったら
いろいろと文献が残っていそうだね。戻ったらいろいろ調べてみますよ。泣いてんじゃねえよクソガキ、泣かすぞこの野郎。なるほど、オアシスが枯れかけて水不足、水源玉ってのが原因かもしれないってわけね。ちょっとあんた何やってんのよ。今度はこのイスタンタールを毒牙にかけるつもり？おやおや、赤魔導士のアスタリスク所持者、赤魔導士フィオーレ・ディローザ、元は広告軍ブラッドローズ特務隊の隊長だったが、イデアに悪事を暴かれ追放される。色男で本心では女性を道具としか思っていない、つまり女性の敵、通称赤いおじさんという彼、果たして今は何をしているのだろうか。ちょっとディローザ准教授に何をするんです？え、准教授？飯でもどうだい？物騒な構え解いてくんないかな。逃げないからさ。だから本当なんだって。学内を適当にうろついて書庫や研究施設を行き来しているうちに、いつの間にか。そんなことで准教授に？ここの卒業生でもないあなたがですか？まあもともとそっちの知識はゼロじゃなかったし、いろいろと手伝ったり相談に乗ったりもしたけどさ。大盛りで。イデアさん、シール飛ばさないでくださいよ。ま、それだけ奴から引き継いで俺が提唱したドリームエナジーに魅力があったんだろうよ。どうぞ。こんな学生街の安屋台でよければいくらでも食ってくれ。辛いな。で、そのドリームエナジーって？ドリームエナジーとは僕たちが研究している夢のエネルギーのことです。他の化石燃料とは違って大気を汚すこともなく、クリスタルのように暴走の心配もない。理論上はな。
生成後は常に一定の力を放出し続け、何より制御が簡単で量産も比較的容易と。理論上はだ。錬成時に非常に不安定になり、制御を誤ると大きな町一つが消し飛ぶ恐れすらあると、ここまで言わないと正しい説明にはならない。理論上はです。で、そのドリームエナジーで今度は何を企んでるのよ。ああ、所詮この世の争いのほとんどは食料と資源の奪い合いに起因する。そこにドリームエナジーがあったならどうだろう。決して枯渇せず、クリスタルよりも豊かに安定的にその力を享受し続けられる資源があったなら、そうすればこの世から争いの根の大半は消える。教団やかの聖騎士様が思い描いたのとは別の形の安定を人類は手に入れることができる。だから、それによってあんたは何を手に入れようと？さらなる学問の追求、そして発展。この町に来て研究三昧の1年余り、柄にもなく真剣にそう思うようになったんです。赤いおじさんだったあんたが、ね、熱でもあるの？ところで君はこの人に何を言われてたんだい？だいぶしょげてたみたいだけど。先ほど言ったようにドリームエナジーは錬成時にとても不安定になります。錬成の安定には大量の真水が必要なのですが、しかしこの砂漠の国にそんな大量の水だなんて。他の国でならいざ知らず、このイスタンタールの近くでだとね。意気消沈していた僕をディローザ准教授が励ましてくれていたんです。あ、そろそろ始まるみたいですよ。ナダラケス民族学の講義、行きませんか？そうしようか。おっと、ここは俺のおご。結構です。自分で払えますから。ユウ、お願い。はい？なんでですか？とにかく、夢のエネルギーの研究開発には大量の水が必要ってことよね。おう、この水源玉こそがナダラケス王朝が繁栄する重要な鍵として挙げられます。そして大陸を襲った砂漠化とこの宝珠を失ったことが王朝の。おっと、時間ですな。本日の講義はここまで。古い書庫に案外多くの文献が残っていました。どうやら水源玉は実在したものらしいですね。ああ、今聞いていた講義でもそんなことを言っていたね。この西方というとこの辺り、地図に印をしておきます。なだらけ水石、最初の古戦場が壊すのさらに西、チャッカルにも知らせて。
いいか、本格の大泥棒にはな、決して破っちゃいけねえ掟ってもんがある。うん、一つ、自分より弱いものから奪っちゃならねえ。二つ、自分より貧しいものから奪っちゃならねえ。三つ、泣いてるやつから奪っちゃならねえ。四つ、身ぐるみ剥いでも誇りだけは奪っちゃ。おっと、続きは後でだ。向こう行ってろ。熱心だね、後進の教育。そんなところだ。砂漠で生きるためには、その、なんだ。何よ、優しく話せるんじゃない。 うるせえクソが、お前ら何しに来やがったんだよ。水源玉についてイスタンタールでいろいろと調べてきたんですよ。水源玉を？実在していたみたいですよ。文献もこんなに残ってますし。ほら、ここから西のあんたの足跡があった。何遺跡だっけ？そこが怪しいんじゃないかって。あんた何か覚えてないの？そう言われてもな。あの遺跡の中は随分と探索したけど、そうだ、あのアジトの下にはもっと奥に続く洞窟があるぜ。地盤が脆くて大したお宝もなくてな、探索すんのも億劫になって埋めちまったんだ。アジトにある椅子んとこ調べてみろよ。盗賊のアジト、椅子んとこね。
ジトの椅子ってこれのことよね。仕掛けってどこ？あ、イデアさん、勝手にいじらない方が。どんな罠が？この剣、うわ。あ、動いた。あ、階段でしょ。この剣が怪しいって最初から思ってたんだ。あはさあ、じゃあ行きますよ。どうした、ユウ？いや、あのジャッカルって人、それにディローザって人もか、どっかで会ったことあるような気がして。え？あの二人と面識あるのかい？イシタンタールに留学中にってこと？この国で暴れ回っていたジャッカルはともかく、ディローザが准教授になったのはユウの卒業後の話じゃないのかい？ですよね。そのあたりが曖昧なんですよ。あんなに立派な考えを持ってる二人を思い出せないだなんて。立派な考えねえ。かたや民を指導する若き砂漠の自警団、もう一人は夢のエネルギーで世界から争いをなくそうとしている准教授。とても立派じゃないですか。ちょっとアウトローな柄が悪い感じはするけどね。そう、マグノリアが正解。ジャッカルは今でこそ砂漠の自警団なんかしてるけど、元は盗賊団のボス。水を求めてオアシスにやってきたものを襲って身ぐるみを剥ぐような悪党だったのよ。え？あんな若いのに盗賊団のボスって。うん、確か僕と同い年。いろいろと事情はあったらしいけどね。じゃああの真っ赤なディローザって人は？あいつはね、女性を利用して国を堕落させたひどいやつなんだよ。そんなあいつが世界のエネルギー事情のことを考えているだなんて。そうだね、人は変わると言うけれど、あの二人に関してはにわかに信じられないね。 How fascinating。イデアの知り合いは個性豊かな人ばかりね。そんな二人が同じ砂漠の秘宝を欲している。何か一悶着ありそうね。それにしてもあの柄の悪さ。イスタンタールの路地裏でたむろしていた不良連中を思い出すな。ああ、そうだね、そういう系統の人たちだね。そうそう、私がエタルニアの路地裏でぶっ飛ばしてたような奴らよ。ユウ、大丈夫だった？あなた絡まれたりしたんじゃないの？ええ、でもちゃんと仕返ししたし。ジャンが、これが水源玉。これを台座に戻せば。へえ、こんな風になってやがったのか。あ、ジャッカル。なるほど、水源玉をこの台座に戻せばいいみたいですね。台座に乗った水源玉から膨大な水が生み出されて、ここから地下水脈に流れ込み、それがオアシスを潤してラクリーカの井戸も満たすわけだ。
素晴らしい。その水源玉こそドリームエナジーの安定に欠かせないまさに宝の玉。ああ、砂漠を越えてこの遺跡までこそこそ後をつけてきた甲斐があった。その宝珠こちらに譲ってもらおうか。な、何言ってやがる。この赤い親父はよ、オアシスが枯れかけてるんだ。水源玉は台座に戻すに決まってんだろ。別に決まっちゃいないさ。そこら辺の事情はちゃんと説明したはずだよな、元帥霊嬢とそのご一行様。俺様は聞いてねえぞ。ちゃんと説明しやがれ。お前さんに言ってもわからんよ。すっこんでな、玉をこちらに渡してからな。だとこの野郎、水は今必要なんだよ、今すぐに。ああ、じゃあこうしよう。砂漠の民は移住してもらおう。水の豊富な、そうだ、フロウエルにでも。何を夢みてえなことを。いや、可能なのだよ。ドリームエナジーという夢の資源があれば、このエネルギーが完成すれば、いまだかつてない富をこの国は手にするだろう。お前さんたち砂漠の民だってフロウェルの一等地に住むことだって可能なはずさ。この国の抱える問題、そのほぼ全てが解決すると言っても過言ではない。まあ逆に失敗すれば町一つ壊滅に追いやるほどの破壊力ではあるがね。そんなクソ危ねえもんのために、なんで俺たちが苦しい思いをしなきゃなんねえんだよ。将来のルクセンダルク、そして将来の人類のためさ。でも世界がこれまで経験したことのない恐ろしい兵器に利用される可能性もあるんじゃ。さすが講師にその名を残す優等生。しかしそれを封じる手立ても実は考えてあるのさ。ばらまくんだよ、世界中にばらまく。そうすりゃ強力な抑止力になるだろう。ガキの喧嘩でも大人数同士の殴り合いでも、国と国の戦争だってそうだ。あらゆる争いの中で最も被害が出るのは互いの勢力の均衡が崩れた時。つまり完璧なバランスを取ってしまえばいい。新時代の夢のエネルギーにして最強の抑止力、ドリームエナジーの力でね。何ごちゃごちゃ小難しいこと言ってやがる。てめえ、ボリドリが言ってたやつだな。てめえみてえに下水不良中年なんかに砂漠の宝珠水源玉を渡してたまるかよ。そらこっちのセリフだ。水源玉は未来の人類のために欠かせない宝。ただ求め願い、嘆くだけの愚かな民衆のためにわめき散らすだけの小僧に渡してなるものか。なあお前ら、黙って見てねえでこの野郎を何とかしてくれよ。たった今水が飲めなくて困ってる奴のために俺様に加勢してくれな。イデア、かの聖騎士の娘ならば市場に流されず賢明な判断ができるだろう。世界のために、未来の人類のために、俺に味方してジャッカルを倒すんだ。何のかこらだと、ガキが。どうしましょう。やっぱり砂漠の民を、枯渇してるオアシスを放っておくわけには。でもあの赤い人が言ってることは、うん、あいつが言ってること一理あると思う。昔師匠のあいつと同じことを言ってた。亀甲は生をもたらし、鮮血したたる刀を腰に示してこそ争いはやむってね。うん、
オアシスを守るために赤魔同士ディローザと戦うか。ドリームエナジー開発のために盗賊ジャッカルと戦うのか。どうする、どうする。私が世界を救った英雄だよ。野郎でも出てきやがれ。せっかく真面目に生きてみたのによ。俺はあと何回裏切られればいいんだ。砂漠の自警団、いや俺様は盗賊ジャッカル。砂漠の民のため水源玉はいただくぜ。
忙しそうね。あ、皆さん、ビローザ教授から聞きましたよ。教授？昇進したんだ。ええ、ドリームエナジーの研究が教授会で承認され、本格的な研究が始まるんです。僕は主任研究生として、こうして設備の発注やら研究員の増員やらでてんてこまいです。で、ビローザのやつは？各国を飛び回っています。ドリームエナジーがもたらす抑止力と新エネルギー政策について解いて回っています。ふーん。あ、それでは僕、これから研究の準備に。失礼します。砂漠の民の移住計画とその全面支援が教授会で承認されたそうです。オアシスの水が枯渇寸前だものね。決して小さくはない犠牲。これで本当に良かったのかしら。なんだって、この俺と戦うってのか。ったく、親子揃って石頭かよ。さあ、お望み通りこいつらに痛い目見せちまおうぜ。せっかく真面目に暮らしてたのに。まあいいさ、久々に本性をむき出しにしちまおうかね。魔法学園都市の赤井准教授は仮の姿、泣く子も黙るブラッドローズ特務隊元隊長、赤魔同士フィオーレ・ディローザ、行くぜ。さあ、行きますよ。
未来が見えないのか。まさに俺たち砂漠の民の命だ。あれ、ジャッカルは？ジャッカルおじちゃん、え、親分、いや、隊長が出動しやがったぜ。砂漠に現れた盗賊団を払うために転戦中だぜ。ドブスどもが来たら冷たい水で出迎えてちゃんと礼を言うんだって。ちふーん、ああ、まあいいわ。皆さん、どうしちゃったの？そんなに塞ぎ込んで。うわ、すごい丼。水源玉を探しに出かけたディローザさんが戻ってこないんです。そうなんだ。ドリームエナジーの研究は中止になりました。教授会からのお達しには逆らえません。それでそんな焼け担々麺だなんて体に毒だわ。いいんです、放っておいてください。ドリームエナジーの研究が5年遅れれば世界の悲鳴は10年続く。国家間の格差はますます広がり、多くの人々が涙を流し続けるんだ。僕はこの先どうしたら。オアシスは救っても世界中の悲鳴は止められない。これで私の判断はこれで本当に良かったのかしら。